虹輪廻から冒険依頼が解放されるよ。八重神社を助けて記憶に介入した敵を駆逐できるよ。成功。それは血を媒介とし世に伝わる力、文明存続の火種。聖魂にはまだ人に知られていない秘密がたくさん隠されている。ここはどこ？どうした？ここは八重村じゃ。初めて見る顔だが、どなたじゃ？華麗な舞踏会にしましょう。飛ぶわよ。なんかとんでもないところに来ちゃったね。適当に歩いてたら迷子になるかも。愛ちゃんが説明してあげるね。ここから任務の進捗状況を確認できる。ここをタップすると任務の詳細が見られるよ。ここは任務パネル。任務の詳細が確認できるよ。この部分が任務の内容だよ。ここは任務ターゲットの詳細だよ。これは任務をクリアして獲得できる報酬だよ。任務説明によると、まずは川辺に行って八重桜ちゃんを探そう。地面の道案内に沿って行けば任務が待つ目的地に行けるよ。このお方、どうして川から流れてきたのじゃろうか。まさか、もう、いや、まだ生きておる。呼吸があるぞ。すまぬが緊急事態じゃ。手伝ってくれぬか。見て見て、あそこに八重桜ちゃんがいるよ。何をしてるのかな。早く行ってみようよ。行こう。簡単な任務じゃない。私と共にせ。ドレスを汚さないようにちゃんと背中を守っててね。私たちデートしてるみたいよね。あそこの薬草が見える？近づいてみよう。
このボタンをタップすれば薬草を摘み取れるよ。薬草を摘み取ると回復アイテムを獲得するよ。試してみて。ありがとう。もっとちょうだい。このステップについてきてね。飛ぶわよ。可愛らしいお客さんね。動かないで。私にもよく見せて。え？この紫色の箱は何じゃ？少女の中で光っている紫の箱こそが全ての悲劇の始まりだと、この時はまだ誰も知る由はなかった。このステップについてきてね。動かないで。私にもよく見せて。え？鈴の音はダンスの楽曲みたいでしょ？飛ぶわよ。
真を撮ってくれるの？最高の角度で撮ってね。可愛らしいお客さん、焦らないで。頭に気をつけて。私、弓が似合うでしょう。私と共に踊りましょう。崩壊降臨。私と共に踊りましょう。大絶壁よ。情熱的だのね。はっせっよ。ぜひさあ捕まえた。汚さないように。私たちデートしてるみたいよね。始めましょう。動かないで。私にもよく見せて。え？飛ぶわよ。短いこっちよ。捕まえた。お姉ちゃん、私の病気ちゃんと治るのかな？きっと治るぞ、リン。変なことを考えるでない。いい子だから、きっと神様が助けてくれるはずじゃ。で
様から聞いた話では、今度の祭典、お姉ちゃん、どうやら一緒に桜を見に行く約束もう守れないみたい。お姉ちゃんは立派な巫女さんになってみんなを守って。リン、お姉ちゃんはついに皆殺しをするほどの力を手に入れたぞ。あいつらに復讐してやる。全員殺してやる。全員道連れにしてやる。これを果たしたら、リンの元へ行くぞ。たとえそれが天国だろうと地獄だろうと。必ず、いいね。風に揺れるスカートは翼みたいよね。私たちデートしてるみたいよね。鈴の音はダンスの楽曲みたいでしょ。いや、焦らないで。このステップについてきてね。短い前奏ね。逃がさないでよ。その心を痛めるわ。ドレスを汚さないようにちゃんと背中を守っててね。
とでも言うのか。なぜじゃ、なぜ動かんのじゃ。汝が邪魔しておるのか。八重桜、あなたを封印することがあなたにしてあげられる最後のことよ。ごめんなさい、桜。艦長、先に一時輪廻の報酬を受け取って。彼女にこんなことがあったなんて。でもここは一時輪廻の空間で、全てを変えるチャンスはまだあるよ。もちろん輪廻が違えば話の展開も結末も違ってくるよ。早く休んで、夢でまた会いましょう。約束よ。それじゃあ艦長、冒険依頼を引き受けよう。周期ごとに1回しか依頼を解放できないよ。依頼を引き受けるときはランダムに選出された3つの依頼から1つを選べるよ。華麗な舞踏会にしましょう。鈴の音はダンスの楽曲みたいでしょ。かわいらしいお客さんね。飛ぶわよ。どうしたの？じっと見て。よこっちよ。ここ。ぜひ。よ。はっ。
私たちデートしてるみたいよね。第一楽章を始めましょう。きらめきよ、大地を照らして。私から始まり、私で終わる。このステップについてきてね。動かないで。私にもよく見せて。汚さないようにちゃんと背中を守っててね。私たちデートしてるみたいよね。かわいらしいよ。セックス。こっちよ。
どうしたの？じっと見つめて。何を考えてるの？私の気持ち、ちゃんと受け取ってね。潰れろ。頭に気をつけて。ロマンチックな気分になってみない？華麗な舞踏会にしましょう。動かないで。私にもよく見せて。ね。可愛らしいお客さんね。どうしたの？じっと見つめて。何を考えてるの？私と共に戻りましょう。風に揺れるスカートは翼みたいよね。動かないで。私にもよく見せて。え？おめかしした私に
ドキッ、こっちこっち。撮ってくれるの？最高の角度で撮ってね。飛ぶわよ。汚さないようにちゃんと背中を守っててね。私たちデートしてるみたいよね。短い戦争ね。このステップについてきてね。動かないで。私にもよく見せて。え？
真を撮ってくれるの？最高の角度で撮ってね。二人の協力により箱の中の悪魔は倒され、この地を侵食していた崩壊も浄化された。以来カレンと八重桜はこの一新された八重村で平穏で幸せな生活を送ることができた。たとえこれが聖魂が作り出した幻だとしても、少女たちは素晴らしい日々を送ることができた。飛ぶわよ。可愛らしいお客さんね。鈴の音はダンスの楽曲みたいでしょ。動かないで。
私にもよく見せて。ね。華麗な舞踏会にしましょう。このステップについてきてね。可愛らしいお客さんね。
早く殺さないと。けどこの子は何も知らないのに。いや、ダメだ。殺さなければ人類が滅ぶ。やめて、殺さないで。私たち撮ってくれるの？はっ、うわこっちよ。逃がさないわよ。はっ、うわ第一楽章を走って、はっ、捕まえた。焦らないで。可愛らしいお客さんね。はっ、その心を痛めるの。捕まえた。ぜひ逃がさないわよ。人はないが、律者になった以上見逃すわけにはいかない。私の権限でここに入り殺すことに成功した。何が起きているのだ。どうして殺されなきゃいけないの。バカな、律者なら殺したはずだぞ。どうして僕を傷つけるんだ。
飛ぶわよ。短い戦争。ハックよ、こっちよ。捕まえた。ゼック、する力が存在するとは。崩壊獣のみならず、機械と他の生命をも操れる力があるとは。箱で意識を隔離できたが、いつその意識は死んだわけではない。これだけ多くの人々の死を招いたんだ。長い長い月日の中で、その罪を悔い改めるといい。箱の中で外のことも時間の流れもわからないまま、憎しみだけが増していった。そうやって僕は何千年何万年と暗闇の中にいた。それからある日、一人の巫女が箱を開けた。僕はあの巫女の心に僕と同じ憎しみを見つけた。そう、僕は復讐の道具を見つけたのだ。どうしたの？じっと見つめて。何を考えてるの？動かないで。私にもよく見せて。え？この神社に
最後の部分が封印されている。あの扉を開ければ本当の自分を。でももし僕が本当に。案ずるな悲玉丸、わらわは汝を信じておる。それに前に言った通り、何かあればわらわが汝を止める。うん、さくらね、ありがとう。過去のことはもう終わったこと。僕にはもうこの復讐のための力は必要ない。さくらね、この力をさくら姉の役に立ててくれ。皮肉じゃな、八重桜。何時に敗れてわらわの力はちりぢりに散って体もあのようになってしもうた。じゃが何時の愚かさのおかげで元に戻ったわ。愚か、わらわは最初から何時であると分かっていたぞ。じゃが悲玉丸から何時であっても善良な一面があると分かったのでな。悲玉丸よ、復讐はやめたらどうじゃ。復讐？復讐を諦めて善良なものになるのもいいかもしれぬがな。ああ八重桜、昔はよくもわらわを痛めつけてくれたな。約束を果たさねばならぬようじゃ。一曲踊る準備はできたかしら。こっちよ。分かっておる。僕全部思い出したよ。僕は昔たくさんの人を傷つけた。桜姉にもひどいことをした。500年も前のことじゃもう気にしておらぬ。わらわが今案じるのは消息が知れぬカレンだけじゃ。
私たちデートしてるみたいよね。焦らないで。動かないで。私にも。どうしたの？じっと。艦長、飛玉丸ちゃんは引き続き同行するみたい。飛玉丸ちゃんの経験値は共鳴をすることで増やすことができるよ。華麗な舞踏会にしましょう。さくらねえ、おかえり。いい天気だね。ひぎょくまるちゃんが隠れている何かの気配を感じたんだよ。こういう時は本能感知を発動すれば周囲の隠れているものを見られるよ。飛ぶわよ。近くに隠されている道具があるとひぎょくまるちゃんが教えてくれるよ。見逃さない。バルキリーの感覚が鋭くなったよ。ほんのこのボタンをタップすると本能感知状態になるからね。この状態の時は隠れているものを感知できるの。飛玉丸ちゃんのスキルを解放していくと秒殺奇襲スキルもアンロックできるよ。奇襲だ、さくらね、気をつけて。鈴の音はダンスの楽曲みたいでしょ。短い戦争ね。このステップについてきてね。
動かないで。私にもよく見せて。え？おめかしした私にドキッとした？背中を守っててね。短い戦争ね。鈴の音はダンスの楽曲みたいでしょ。このステップについてきてね。動かないで。私にもよく見せて。え？短い戦争ね。鈴の音はダンスの楽曲みたいでしょ。このステップについてきてね。ドレスを汚さないように。
どうしたの？じっと見つめて。何を考えてるの？鈴の音はダンスの楽曲みたいでしょ？動かないで。私にもよく見せて。え？飛ぶわよ。撮ってくれるの？最高の角度で撮ってね。可愛らしいお客さんね。風に揺れるスカートは翼みたいよね。私たちデートしてるみたいよね。第一楽章を始めましょう。おめかしした私にドキッとした。短い戦争ね。ドレスを汚さないようにちゃんと背中を守っててね。第一楽章を始めましょう。おめかしした私にドキッとした。武闘家、情熱
熱的なのね。鈴の音はダンスの楽曲みたいでしょ。第一楽章を始めましょう。可愛らしいお客さんね。せっせっ、やっ、こっちよ。私にドキッとした。はっ、え、飛ぶわよ。鈴の音はダンスの楽曲みたいでしょ。可愛らしいお客さんね。こっちこっち。その心を痛めるわ。汚さないようにちゃんと背中を守っててね。第一楽章を始めましょう。おめかしした私にドキッとした。デートしてるみたいよね。このステップについてきてね。鈴の音はダンスの楽曲みたいでしょ。風に揺れるスカートは翼みたいよね。どうしたの？じっと見つめて
何を考えてるの？私の番ね。私とケビン、あなたはどっちの方がすごいと思う？ついてきて。私、弓が似合うでしょう。動かないの？まさか私に見とれてた？嬉しいわ。背中は任せたわ。私に優しくしてね。可愛らしい子たちね。ちゃんと私を見ててね。私と共に踊りましょう。鈴の音はダンスの楽曲みたいでしょ。可愛らしいお客さんね。第一楽章を始めましょう。風に揺れるスカートは翼みたいよね。私たちデートしてるみたいよね。ドレスを汚さないようにちゃんと背中を守っててね。鈴の音はダンスの楽曲みたいでしょ。
を撮ってくれるの？最高の角度で撮ってね。飛ぶわよ。風に揺れるスカートは翼みたいよね。動かないで。私にもよく見せて。え？鈴の音はダンスの楽曲みたいでしょ？ドレスを汚さないようにちゃんと背中を守っててね。鈴の音はダンスの楽曲みたいでしょ？ドレスを汚さないようにちゃんと背中を守っててね。風に揺れるスカートは翼みたいよね。第一楽章を始めましょう。一曲発生。逃がさないでよ。その心を痛めるわ。このステップについてきてね。可愛らしいお客さんね。おめかしした私にドキッとした？こんなところに何かあるよ。僕たちが先に見つけたんだからもらっ、こっちこっち、せっよっはっ、あこっちよ、せっよ、捕まえた。鈴の音はダンスの楽曲みたいでしょ？第一楽章を始めましょう。
げるのはちゃんと受け取ってね。気にすることないよ。いや、私から始まり私で終わる。可愛らしい絶句たこはっやっ楽しいことをしましょう。私と共に踊りましょう。おめかしした私にドキッとした？第一楽章を始めましょう。写真を撮ってくれるの？最高の角度で撮ってね。鈴の音はダンスの楽曲みたいでしょ？おめかしした私にドキッとした？どうしたの？じっと見つめて。何を考えてるの？ドレスを汚さないようにちゃんと背中を守っててね。飛ぶわよ。鈴の音はダンスの楽曲。動かないで。私にもよく見せて。え？風に揺れるスカートは翼みたいよね。ドレスを汚さないようにじゃん。写真を撮ってくれるの？最高の角度で撮ってね。
めかしした私にドキッとした。短い戦争ね。風に揺れるスカートは翼みたいよね。どうしたの？じっと見つめて。何を考えてるの？おめかしした私にドキッとした？鈴の音はダンスの楽曲みたいでしょ？このステップについてきてね。ドレスを汚さないようにちゃんと背中を守っててね。華麗な舞踏会にしましょう。さくら姉おかえり。いい天気だね。一緒にいっぱいお散歩しような。鈴の音はダンスの楽曲みたいでしょ。翼みたいよね。逃がさないでよ。捕まえた。焦らないで。ドレスを汚さないようにちゃんと背中を守っててね。短い戦争ね。痛めるわ。はずれ、情熱的なのね。鈴の音はダンスの楽曲みたいでしょ。第一楽章を始めましょう。逃がさないでよ。
ことないよ。私にドキッとした？情熱的なのね。捕まえた。ぜっぜっ。ぜっ。焦らないで。逃がさないでよ。外れよ。一曲踊る準備はできたか？捕まえた。詳細とクールタイムを確認できるよ。